どうも皆さんこんにちは、着松です。今私はね、成田空港の近くのこちらね、ガーデンホテル成田に、目の前にねいるわけなんですけども、本日はですね、明日ハフのね航空券キャンペーン、いやありがたいことにですね、私の紹介コードを使っていただいた方ありがとうございます。こちらですね、なんと私ね韓国の航空券ね、往復いただけましたということで、今回ね韓国の方に行きたいと思います。で、時間はですね、向こう側ハフの方でね決めていただくっていう風になりまして、残念ながらですね始発が間に合わなくて私の家からね、ということで今回ね前乗りということで、こちらねハフで300ぐらいのコインだったと思うんですけども、こちらね宿泊させていただこうかなと思います。まあせっかくねホテル来ましたんで、一応ね館内どんな感じで利用できるのかっていうのもですね、一応お見せしつつ、明日のね韓国の飛行機の、ね、レビューもやっていきたいななんていうふうに思います。ということで早速チェックイン、ね、していきたいと思います。今ね2時半ぐらいなんで、もうチェックインできんじゃないかなと思ってんですけど、どうでしょうか。ひとまず行きたいと思います。ここもね空港からねシャトルバスが通ってますんで楽でいいですよね。ちょっと先にねヒルトン成田がございます。ではチェックインしていきましょう。ではねサクッとチェックインできました。ホテルの、まあ、ちょっと歩いたところにねミニストップあるんですけど、ホテル内にねセブンイレブンがあるということで、めちゃくちゃ便利ですね。はい、ということで今日はねここで買い込んで、ゆっくりしつつ明日を迎えたいと思います。ということで無事チェックインすることができました。アーリーチェックインね30分ぐらい早く、チェックインさせていただきました。ということで今回ね6118という客室です。どうでしょうか。はい、今回キングサイズベッドが一つの客室ですね。まあ全然いいですね。思ったより広くていいですね。はい、では見ていきましょう。ここがエアコンじゃない、アイロンとかねハンガーとかありますね。スリッパとかもあります。いやいいですね。はい、でランドリーバッグと、あとお茶が飲めるみたいですね。あとケトルとかもあります。あとお水はついてないんだ。ウォーターサーバーがあるみたいですね。はい、ですので客室に多分お水はないのかな。よいしょ。で冷蔵庫、あと引き出しと荷物置き、あとテレビが30インチぐらいかな。はい、そんなに大きくないですけどもあります。あとインターネットアクセスの LAN ケーブル、フリー Wi-Fi がね使えるということでした。これはホテルの案内かな。 LINE 公式アカウントの登録を促す感じのやつとやつですね。はい、あとはホテルの案内みたいなのがあります。でこちらに一人掛けのソファーが2つで、障子これを開けると、完全に緑ですね。はい、畑な感じの景色が楽しめます。よいしょ、開けとくと結構明るいですね。でこちらです。はい、結構大きいベッドですね。でも枕元は結構古めです。でも USB のタイプ A が2つありますね。あとまあこういった感じでありまして、コンセントはないのかな。 AC はなさそうですね。はい、はい、こんな感じになっております。あとここにエアコンのね、機械があって、こっちがバスルームです。バスタブ、あ、ちゃんとバスタブついてるんですね。いやこれはありがたい。はい、こんな感じになってます。でこっちがアメニティ類ですね。こちらのボディーソープシャンプー等々がセットになってますね。はい、でハンドソープで、アメニティ類は歯ブラシ、ヘアブラシ、ヒゲ剃り等々、まあ全部揃ってますね。はい、でちゃんとウォシュレット付きのトイレがあります。いやこれでいいですね。はい、十分ですね。ということでこちらね一泊お世話になります。ひとまずですね、今日はここ前乗りできたということで、このままね鬼作業して明日にね向かいたいと思います。ということで編集頑張ります。おはようございます。ただいま朝の5時半になりました。昨日鬼作業してそのまま寝て、無事朝起きれましたね。よかったです。結構すっきり起きられました。はい、ですけどもちょっと寝る前にね軽くお酒飲んじゃってね、はい、顔がパンパンに腫れておりますんで、今ね緑の映像で皆さんね、楽しんでいただいております。ということであと30分ぐらい経ちましたら空港のバスに乗って成田空港第2ターミナルに向かいたいと思います。
ではチェックアウトして空港に向かいましょう。はい、ということで外に出てまいりました。あとね10分ぐらいでバス来ますんで、ホテルじゃない空港を迎えたいと思います。いや、朝涼しくて気持ちがいいですね。はい、こんな感じです。奥にね喫煙所とかもあるみたいですね。はい、ということでしばらくバス待って空港を迎えたいと思います。いや、さっきまで結構すっきりしたんですけど眠いですねそれではバス到着です。成田空港第2ターミナルに向かいます。では無事第2ターミナルに到着いたしました。ということで私はね今回チェジュ航空で行くということで、初めてなんですよねチェジュ航空に乗るのも。ということで今回ね第3ターミナルからね出発ですので、ラウンジがね、ありませんので、今回は IASS の、ラウンジ初めて使いますね。行きたいと思います。もうかなりの人がね空港にいますね。まだね朝の6時半ですけど、すごいですね。ということで4階だありますんで ISS のラウンジ行きたいと思います。では到着しました。場所が分かりづらいですねここね。エスカレーターを上がってきて、まあ、向かって左側ずっと行っていただくと、ここにね鶴、ちょっと読めないですねこのお店の向かいにあります。で看板がね上にありますんで、はい、7時からということでまだやってないですね。はい、もうちょっとしたらこちらお邪魔したいと思います。頑固寿司の斜め向かいですね。はい、皆さん覚えておきましょう。まあ、ここはねプライオリティパス等々使えますんでね。ですけどもこちらは制限エリアではなくて一般エリアにありますんでね、制限エリアに入ると利用できないですけども、7月の19から、IASS ラウンジね、ターミナル1、2両方とも制限エリアにプライオリティパスできますんでね、プライオリティパスのラウンジがね、はい、ぜひ覚えておきましょう。ということでそこら辺に座って待ちたいと思います。ちょっとね ISS のラウンジもね私利用したことがないんで、ちょっとね利用してみたかったんですよね。はい、ということでちょっと待機したいと思います。ではちょっと展望デッキに来ました。いや、いいですね、気持ちよくて。さあ何の飛行機が止まっているか。キャセイが止まってますね。おー、いいですね。こんな感じでと、はい、ここだけ網がなくなってる、なんかフォトスポット的なところがあるんですね。キャセイとあれは何だろう、スカイチームの塗装の飛行機、あと JAL、 あで後ろにジェットスターかな。はい、ありますね。いや、いい、気持ちよくていいですね。はい、今ねまだ朝の6時半なんでね、はい、利用してる人は、まあ、1人の方座ってるくらいでほとんどいらっしゃらないですね。ここねクレジットカードラウンジのねすぐそばなんで、ついでに寄るのもありだと思います。ということでちょっとゆっくりしつつラウンジの方に行きたいと思います。では7時になりましたので行きたいと思います。それでは中入ってまいりました。こんな感じですね。はい、結構こじんまりとしてこの左側に受付があって、まだ利用してる人はねまだ入ったばっかりなんで1人か2人ぐらい、まあいいですね。はい、ビールは受付でもらう感じです。でサービスはお水、コーヒー、あとソフトドリンクですね。はい、飲み残しとかの入れとかも、あとこれも館内マップとか雑誌、まあ案内みたいなのがあります。ではちょっと飲み物だけいただきましょう。昨日そんな飲んでないんですけど、ね、ちょっと気持ち悪いね。あ、ビールはやめときました。ということで今日ね、
飛行機はね、11時ぐらいで、まあ3時間ぐらい前にチェックイン開始になると思うんですけど、まあおそらく8時ぐらいになると思いますので、まあ1時間ぐらいここでゆっくりしつつ、作業しつつ、ウロン茶いただいてね、ゆっくりしたいと思います。まあ、せっかくだったらね、ビール買っていきたいところなんですけど、なんかちょっと気持ち悪いんで、やめておきます。ここはね、ラウンジの入室条件なんですけども、ここはね、あの、なんていうんですか、チケットあるじゃないですか。チケットじゃなくても入れます。あの、いいチケットや機械みたいなのありますよね。まあ、そういうものでもね、入ることができますんで、これはいいですね。はい、だからわざわざ私今日第3ターミナルから出発なんですけど、あそこでチェックインしてから戻ってくるみたいな、まあ、そういうことは必要なく、いいチケットで表示して、まあ、プライオリティパスを見せれば入ることができます。これはね、本当にいいですよね。はい、ちょっとね、厳しいとチケットじゃないとダメみたいな、ね、感じになるとね、ちょっと利用しづらいんでね、はい、またここはね、出発、到着でもね、使えると思いますんで、こちらも覚えておいてください。ということで、1時間ぐらいね、ゆっくりしてから行きたいと思います。作業します。ということで、今回ですね、いや、私ね、YouTuber になり始めて、もう3年ぐらいね、経つんですけども、いや、初めてですね、今回、プロモーションをね、ぜひ入れてくださいということで、ご連絡ね、いただきました。ということで、皆さん、知ってますかね？こちら、NordVPN、知ってますか？もうね、私みたいな旅行系、まあ私は旅行系なのかどうなのかちょっとね、私は微妙なラインだと思ってるんですけども、まあ私とかですね、まあそういった海外にね、まあ行く方のね、動画見られてる方はね、聞いたことあると思うんですけども、このね、NordVPN ですね。VPN って皆さん使ってますかね？まあ私もね、ほとんど使ったことなくて、今回ね、お話をいただいて、まあ調べて、まあどういったサービスなのかっていうのをですね、まあ知って、今回ね、プロモーションさせていただこうかななんていうふうに思いまして、まあ今回の動画撮っているわけなんですけども、まあこの VPN っていうのは、このインターネットの接続をより安全にですね、まあ利用していただくサービス。またね、いろんなこの VPN を通して、いろんなところから、その VPN の拠点を通してね、インターネットを接続できるということで、まあメリットとしてはですね、まず安全にこのインターネットをね、利用することができます。まあクレジットカード番号とかね、まあそういったものをですね、このホテルのフリー Wi-Fi とか、今このホテルいるんですけども、まあホテルのフリー Wi-Fi とかね、カフェのフリー Wi-Fi とかね、まあそういったところで、まあ利用するとですね、まあ情報を抜かれたりね、してしまうね、可能性がありますよね。まあ、こういうのをですね、NordVPN ね、通して利用していただければですね、まあ、安全に利用することができるということで、まあね、私みたいにですね、海外ね、好きな方はですね、まあ、VPN を通して安全に、ね、利用していただければですね、まあ、ホテルとか、またね、まあ、カフェとか、まあ、そういったところでね、Wi-Fi 利用していただいても安全にね、利用することができます。またね、この VPN っていうのは、場所に接続して、インターネットに接続できますんで、今私海外にいるわけなんですけども、海外にいるとですね、日本のね、サイトで見れないサイトってありますよね。まあ私の場合はね、ポイントサイトとかをね、よくチェックしますんで、まあそういうのって海外にいるとね、まあ不正アクセスとかのね、対策だと思うんですけども、海外にいるとね、アクセスできなかったりするんですよね。まあそういった場合にでもですね、この VPN ね、通していただければ接続することもできますし、まあ、海外にいてね、PayPay とかね、使うことできなかったりするんですけども、まあ PayPay にね、接続できたり、まあ私はね、ちょっとたまたま今回ね、今ハワイにいるんですけども、ハワイの滞在で、引き落とし予定のね、連絡が来て、あ、入金しなきゃみたいな感じで、先ほどね、入金させていただいたりしたんですけども、まあそういった時にもですね、この VPN を通して、まあ日本の拠点ね、ポチって押すだけでですね、利用することができたりですね、また動画配信サービスとかも、まあ日本ではね、見れないサービスが海外のね、拠点に切り替えるとね、利用できたりっていうのもあるんですよね。まああとはですね、ヨーロッパとか行った時に Yahoo ニュースがね、見れないんですよ。Yahoo ね、開いてもね、見れないんですよね。これ結構びっくりしたんですけども、これもね、行った時にね、結構不便だったので、まあ、ちょっとした時にね、日本のニュースチェックする時に、これが見れないっていうのは結構ストレスだったんで、まあ、この VPN を通していただければですね、そういった心配もないっていった形になります。で、今回ね、私、プロモーションさせていただけるということで、30日のね、お試しで、2年契約ね、していただくと、大幅な割引プランと、用意されておりますんで、気になる方はですね、ぜひね、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですよね。またね、いいなと思ったところで、
これね、NordVPN 使ってると、フィッシングメールとか、あとね、なりすまし Wi-Fi とかね、こういった時にですね、警告をね、ちゃんと出してくれるっていう風になりますんで、まあ、最近ね、巧みになってきてますよね。まあ、Twitter とかね、見ているとですね、結構見られますんで、まあ、そういう時にですね、この VPN ね、通して警告もらうとね、一呼吸ね、止まれるかななんていう風に思いますので、まあ、この点もね、結構いいんじゃないかななんていう風に思いました。ではね、実際に利用方法をね、皆さんに見ていただきたいなと思います。ちょっとね、これに画面出しておきます。で、今ね、接続してない状態になってるんですけども、先ほどまでね、接続しておりました。ですんで、今ね、これを再開しましょう。まあ、これでね、もうつながったっていった形になります。で、今ね、出てると思うんですけども、今日本になってますよね。まあ、これをね、海外とかにもね、移すことができます。ですんで、まあ、こういったところですね。これはシンガポールかな。シンガポールに切り替えて、ポチッと押せば、シンガポールにね、切り替えることができるっていうふうになりますんで、まあ、今私はね、ハワイにいるわけなんですけども、まあ、ポチッと押せばね、日本に切り替えることができるっていうふうになりますんで、まあ、これでね、ペイペイとかもね、開くことができますし、何よりね、この NordVPN ね、話いただいた時にですね、VPN って難しそうじゃないですか。ですんで、ちょっと難しいのかなと思って、まあ、ちょっとよく勉強しないとサービスをうまく使えないんじゃないかななんていうふうにね、結構思ってたんですけども、これね、ダウンロードして、本当にね、押すだけなんですよね。ですんで、利用するっていうのにね、非常に簡単にね、利用することができますんで、これもね、結構いい点だなと思いました。自分自身でね、ちょっと話もらって紹介するのはいいんですけど、難しいのかななんていうふうに思ってたんですけど、まあ、利用方法はね、簡単っていうのはね、本当に、まあ、数クリックでね、利用することができますし、月々確か500円以下でね、利用することができますんで、まあ、それだったらね、結構いいサービスではないのかななんていうふうに思います。そういう不正利用とかね、食らうと、結構ね、嫌な思いいたしますし、この前私もね、ちょっと食らいましたんで、ちょっとね、使っていきたいななんていうふうに思いますので、こういったね、安全っていうのは、まあ、本当にね、自分で意識するしかございませんので、まあ、ぜひね、NordVPN、気になる方はですね、利用ね、してみていただければなと思います。ということで、今回ですね、プロモーションということで話しいただきまして、ありがとうございます。 NordVPN 様、そして見ていただいた方、本当にありがとうございます。ということで、本編の動画に戻ってください。それでは、ラウンジを出てまいりました。いや、IASS ラウンジめちゃくちゃ良かったですね。初めて行きました。 Wi-Fi もね、無料で利用することができて、結構早かったんで、動画もサクサクアップロードできましたね。はい、ということで、今回ね、今第2ターミナルにいるんですけど、今回第3ターミナルなんで、ターミナル移動してね、行きたいと思います。無料循環バスがあるみたいなんで、それで行きますかね。もう8時半になりましたので、結構人増えてるかなと思ったけど、そうでもないですね。 T-Way 航空、そう、今回のね、ハフのキャンペーンなんですけど、T-Way 航空か、チェジュ航空、あと、ジップエアーの人もね、なんかいるみたいなんですよね。ちょっとこれはね、よくわかんないです。ランダムで多分、あと日付とかでね、設定されてるみたいですけど、私はね、こっち側で選べないんでね、ハフ側で、ね、自動的に決まる感じで、私は、チェジュ航空になったと。ツイッターの方はね、普通に T-Way も使ってる方もいらっしゃったんですけど、ジップエアはね、見てないな。使った人いるのかな。ちょっとジップエア乗ってみたかったんで、ジップエアもいいですよね。はい、Wi-Fi 無料でしょうしね。ということで、確か連絡バスは1階から出てたと思いますんで、連絡バスに乗っていきたいと思います。では1階に降りてまいりました。この番号の1番でいいのかな。1番から出てるみたいなんで、そこを目指していきましょう。今年の頭、ニューヨーク行った時に、確かこの辺で、ホテルのバスに乗って、ヒルトン成田に行きましたね。いや、無料でターミナルバスが出てるのはありがたいですね。これですね。第3ターミナル、連絡バス。まあ、歩いてもそんな遠くないみたいですけど、まあ、せっかくなら乗っておきましょうかっていうところですね。はい、ということで、やっと、なんか気持ち悪さが取れてきて、よかったです。ランジでもね、ウーロン茶を何杯かいただきました。ではバスに乗って第3ターミナルに向かいます。ではちょうどいたらもう来てますね。乗りましょう。ターミナル3、今第2ターミナルにいますね。第3ターミナルに向かいます。
歩いてる人なんてもしかしたら知らない人もいるのかな。ターミナル水域のエスカレーター乗ってる人すごい多くて、もしかしたら知らないかもしれないですね、歩けますしね。ということでこれに乗って行きましょう。じゃじゃん、第3ターミナル到着しました。おそらくね、3時間前が8時50分なんですけど、ネットの情報を見るとね、2時間半とか2時間らしいんで、まあ、一応見て何時からか聞いておきましょうかね。はい、ということで行きましょう。ここから入れない。第3ターミナルとか多分初めて使うんじゃないかな。LCC 自体乗るのが初めてじゃないLCC 乗るのはエアアジア以来ですね。はい、ということなんで、あれは SFC 修行の頭で乗った、あれいつだろう、2018とか多分そこら辺ですね。はい、多分それもね、動画残ってると思いますんで、結構ひどいもんですけども、よかったら見てください。多分顔出してないんじゃないかな。いや、それ以来と考えると本当にめちゃくちゃ久しぶりですね。6年か5年か6年ぶりですね。まず成田空港の第3ターミナルを使うっていう時点でラウンジがないんでね、まあ、なかなか来ないっていうか使わないですよね。はい、せっかく空港行くならラウンジでダラダラしたいじゃないですかでは行きましょう。ああ、こんな感じなんだ。あ、ここらへんですね。はい、じゃあちょっと軽く聞いて、まあ多分できないと思いますので、とりあえず聞いてみたいと思います。ということで、もうね、チェックインできるということで、預け荷物ない方はね、そのまま行けるんですね。これはありがたい。ということで、9時10分発、広島行きのご搭乗手続きを締め切らせていただきます。ご搭乗手続きを済ませたお客様は、保安検査場をご通過の上、搭乗口162番を通過してください。本日もスリングスバーをご利用くださいまして、誠にありがとうございます。レコスレイオンペアテンションです。結構空いてるんですね。よかった。あれなんですね。座席もね、有料だったんで。どうしよう。ちょっと、お手洗いがあれなんで、スロアにしましょうけど。あ、結構気持ちいい。OK ですね。ということで無事チェックインすることができました。いや、良かったですね。荷物なくて良かった。荷物があるとね、やっぱり時間まで利用できないみたいなんですけど、私はね、手荷物がありませんので、リュックだけなんでね。はい、今回、7C1101 便でいいのかな。はい、11時20分、ゲートが15131の C ですね。はい、ということで制限エリア行っちゃいましょう。まあラウンジはないんでね、はい、まあ、しょうがないですかね。わざわざ戻ってラウンジにいるかっていうところですけども、セキュリティチェックにどのぐらいかかるかよくわかんないんでね、まあ、制限エリアでちょっとうだうだしてましょうかね。はい、ということでチェックインしたんで制限エリア行きたいと思います。目の前のフードコートの宮崎うどんに来ました。なんかね、制限エリアに入るには3時間前で、ね、しかもね、制限エリアを超えるとフードコートもないということで、飲食店はね、こっちで済ませてくださいって案内を受けましたんで、じゃあまあ、通れないしね、せっかくなんでここで朝ごはん食べていきたいと思います。宮崎うどんかけ490円です、ね、ということで、これどうしよう、もう何にもないんだけど、ちょっとここで限界まで行った方がいいですね、ということで工事中作業しつつ、11時20分発なんで、まあ、10時ぐらいになったら、10時過ぎになったら、制限エリアに行きます。では、いただきます。
では作業が一通り終わりましたので制御エリアに行きましょう。まあ、あと2時間ぐらいあるんですけど、だから制限エリア外にいるのもね結構不安なんで、はい、LCC ですね。ということで手荷物検査出国しちゃいたいと思います。では出国セキュリティチェック等々終わりました。いや初めてですね多分ね来るのは。新鮮でいいですね、うん、でも飲食店はないらしいですね。はい、ということで私の便は11時50分発これですね、 7C110 便ソウル行き。はい、あバスみたいですね。はい、あ違うか、あ違いますね。ということでゲート151番ゲート、とりあえずゲート見に行きたいと思います。近いのかな。あ本当だ、何にもないんですね。自動販売機、お水等々ありますけど、あ151番ゲートはこの下、こうなってるんだ。全体はこんな感じになってるんですね。小さいですね。はい、初めて来ました。今回151番ゲートということで、もう目の前ですね。はい、ということなんで、どっか座れる場所を探して、作業しながら待ちたいと思います。なんか奥とかあんのかな？でも飲食店閉まってるって言ってましたもんね。ああ。もうそこは突き当たりですもんね。本当に何もないですね。では、お手洗いに行って、ゲート付近でゆっくりしたいと思います。ということで、もう来たらね、すぐ搭乗が始まりましたね。あ、歩きですね。わ、すごい。これは初ですね。いやー、いいですね。それはね、無事登場いたしました。レスシートは33の座席ですね。で、今回の機材はこちらですね。じゃもうヨレヨレになってますけど、737-800 ですね。はい、ということで、今回 LCC ですね。はい、チェジュ航空。思った以上に広くてびっくりですね。うん。うん。結構広いですね。もっとカツカツかと思ってました。まあ安全のしおり等々ね、機内販売の雑誌とかも入ってますね。ということで、約ね、3時間ぐらいのフライトだと思いますけども、楽しんでいきたいと思います。チェックインした時はね、これもう全然ガラガラだったんで、埋まるのかな？ちょっとよくわかんないですけど、今日平日ですんでね、もしかしたら全然混まないかもしれないですね。チェジュ航空の飛行機の翼が見えております。ということで、すごいねタイミングよく私が下に行ったらね、ちょうど搭乗開始みたいな感じでしたんで、まあ、これからね続々と搭乗していくと思いますんで、しばらく待ちたいと思います。もう眠いんで多分離陸したらすぐ寝ちゃうと思いますね。はい、どうなんでしょうね搭乗率は。皆様おはようございます。本日はチェジュ航空をご利用いただき誠にありがとうございます。当機はチェジュ航空1101便インチョン行きでございます。インチョンまでの飛行時間は離陸後2時間10分を予定しております。私どもクルーたちが皆様を到着地まで安全にご案内させていただきます。それではそのまま旅をごゆっくりどうぞ。
ということで無事インチョン国際空港に到着いたしました。こんな感じです。いや実はというわけではないんですが、私ね初めて韓国入国いたしましたね。はい、韓国の国旗がねはためいてますけども、2019年だったかな、ダイヤモンド修行の時にねこのインチョン国際空港で乗り継ぎだけはね利用させていただいたんですけど、入国はねしておりませんでした。いや初めてね韓国来れて非常に嬉しいです。まあそんなにね長い滞在ではないんですが、まあ今回ね、韓国に、ハフのキャンペーンでね無事当選いたしましたので、今回ね、利用させていただいた次第ですね。本当に、紹介コードを使っていただいた方本当にありがとうございました。まあ今回使ったねチェジュ航空なんですけども、非常にね LCC とは思えないぐらいねいいサービスでしたね。店員さんもすごい優しく、あの入国カードとかね写ってると思うんですけども、あれないとね入国できないんですよね。でイミグレーションでねそれを知らずに並んでる人もね結構いらっしゃいまして、審査官のところに行って必要なのを知るみたいなね、まあ、結構この紙が必要なのはねいろんな国であったりなかったりするんで、まあ、難しいところなんですけど、まあ、あのめちゃくちゃ並んでたんでね、多分30分以上はねそのイミグレーション並んでて、でまた並んで入国審査の検査官のとこ行ってまたダメだって言われて戻されてね、また30分ぐらい並ぶみたいな、まあ、そんなね感じになってしまいますんで、そういう案内もねちゃんとチェジュ航空さんしていただけましたので、本当にね快適なフライトとなりました。まあ、特にねこれがみたいな座席もね結構広めでしたんで非常に良かったですね。ということで一旦ねここで動画を切らせていただいて、私はねソウル市内の方に行きたいと思います。ということで今回動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。